電力をプラグなどを使わずワイヤレスで送れる技術が安全な大容量充電を実現します。ワイヤレス充電はスマートフォンなどで一般的になっています。しかし多くの電力を消費する機器の充電にはプラグが使われています。その代表が電気自動車です。電気自動車の急速充電は充電時間の短縮のため最大 500V で 125A の電流を流します。いちいちプラグをつながなくても充電できるようになれば便利なだけでなく安全にもなります。プラグとソケットが接触する部分がなくなれば摩耗などによる接触不良の危険もなくなるからです。私たちは高い周波数と大容量の電力に対応した窒化ガリウムヘムと窒化ガリウム高電子移動度トランジスタの特徴を生かした高出力高周波のワイヤレス給電を開発し、プラグのいらない社会の実現を目指しています。窒化ガリウムはこれまで使われていたシリコンよりも 1000 倍も高効率で電力変換などで高い性能を発揮します。私たちは大容量のワイヤレス給電に必要な技術を確立するため、原理から評価までトータルに研究しています。窒化ガリウムヘムトを使ったワイヤレス給電評価回路です。送電回路に窒化ガリウムヘムトを使用しています。磁気結合部でワイヤレスでつながり、受電回路に電力が流れます。この映像ではギャップは 15mm ですが、さまざまな距離で電力を総受電できます。電流を流してみましょう。窒化ガリウムヘムトのワイヤレス給電の動作波形です。給電周波数は 13.56MHz です。サーモグラフィーで発熱箇所を調べ、回路内の損失箇所を明らかにします。また放射電磁界についても確認し、課題を明らかにしていきます。窒化ガリウムヘムトのワイヤレス給電でドローンを飛行させる実験を進めています。ドローンは着陸時にワイヤレス給電で充電します。将来ドローンが飛行しながらワイヤレス給電スポットで充電し、活動領域を広げることを想定しています。電気自動車は走行距離を増やすために重い大容量のバッテリーを積んだ結果、人でなくバッテリーを運んでいるとも言われています。ワイヤレスで手間なく短時間で充電できれば、車に積むのは少ないバッテリーで済みます。さらに将来はモビリティがワイヤレス給電を受けながら移動するようになるかもしれません。窒化ガリウムは青色や白色の LED として有名になりましたが、トランジスタなどを含めた電子デバイスとしても大変素晴らしい性能を持っております。私たちはこの窒化ガリウムをスイッチングデバイスとして用いて、 AC アダプターやワイヤレス給電などの回路システムの研究を今も続けております。またチューブセンターの他の研究グループともコラボレーションしておりまして、そこではコイルの受動部品なども含めたトータルでのシステム研究を実施しております。